こんにちは、カブパパです、先日ですね、買ったですね、マナスルのストーブ、こちらをですね、実際火を入れてなかったんで、まあ、火入れるついでにですね、なんか作って食ってみたいと思います。今日も暑かったですね。なんか梅雨が明けたと思ったら、急に夏が来ちゃった感じで、とりあえず今日もお疲れ様ということで、こちらを、ね、飲みたいと思います。ではですね、まあ、作りながらですね、やっていきたいと思います。
今カブママさんがですね、冷たい焼酎を作ってきてくれました。ビールは空です。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ最後のですねシャウエッセンが1本のものになりましたんで、この焼酎とシャウエッセンで晩餐をしていきたいと思います。つってもこれで終わりだね。それでは次は、まあ、このまま洗わないで使っちゃうんですけど、僕の大好きなラーメンを作っていきたいと思います。これもう一回ね火つけなきゃなんないんでめんどくさいんだけど、そういうストーブなんで仕方ないですね。ワンタン、やっぱり普通のラーメンにもこれワンタンが入ってるとすごく嬉しいんですよね。どっちかというとチャーシューはいらないんだけど、ワンタン入ってた方が僕は好きなんだよね。一応これをですね今日は作っていきたいと思います。まあ作るって言ってもぶっ込むだけなんですけどね。できたできた。ネギです。それいただきます。あっちい。さ、この鍋というか、これ深型のフライパンなんだけど、ラーメン1食分にはちょうどジャストだね。うん、これ一番いいかもしんない。これはね、いいメッケモン。このユニフレームの17センチのフライパンの深型、これはね、万能ですよ。究極のクッカーかもしんない。ワンタンですね。ワンタン。ちなみにね、僕仕事で中国いたんで、中国で食べるワンタンもまあ美味しいことは美味しいんですけど、ちなみに日本のワンタンが一番美味しいですね。ちなみにワンタンはね、中国でホエントエンって言うんですけど、ホエントエンですね。
ワンタンとは言わないですね。こうやってラーメンの中にね一緒に入ってるっていうのは中国じゃまずありえないんですけど、まあ、日本で、まあ、こういうワンタン麺っていうのができたと思うんですけど、ちなみに食い方とすればこれが一番美味しいかなというふうに思います。食った。焼酎もからどうも。いや美味しかったです。どうもお疲れ様でした。